今回ね、ちょっとギターのちょっと修正動画にしようかなと思ってます。アイバニーズのね AVC10 ですね。これね、前から何回もやってるんですけどね、ステンのフレットに変えてもらってちょっとね出してくれ言ったんですけどね、できてないんですかね。で、結構ね落ちなくなったのでね、これはもうこれでよしと。ちょうどねエッジの外面のコンマ1ぐらい手前かな。でこっちはね、下はねコンマ5ぐらい出てるんですね。で今回ねコンマ5ぐらい出てる部分をちょっとね下の方ね、キュッとするスライドとかした時にね手が当たるのと、カポをね3から5にしたりとか6にしたりとかした時にカタカタカタとこう引っかかるんですよ。これをねちょっと削っていきたいと思います。でね1個ね削ったところ、ここですね。ここはねこうです。これね、こう来た時にね、このフレットのキュアとフレットの底ですね、こういうビビリ音がしてたので、紙をね、調整しながら、ちょっと隙間がね、出るようにしました。大丈夫です。ちょっとね、これ、ツボさんっていうね、ちょっと日本製のいいヤスリ、ステンレス用のね、ここのやつでね、細かいやつでやったんですがね、ちょっとね、やっぱり粗いですね。ザラザラ感あります。でもね、まあ、気にしないです。とりあえずね、ここのね、出てる分はね、ちょっと害のないところから、この辺ぐらいから、ちょっと試しに削っていきます。ちょっとね、養生します。こんな感じでしました。で、弦緩めてね。で、今これでちょっとよして。あんまりね、緩めたり締めたりするとね、弦よく切れます。まあ、粗めと細めがあるので、粗めで一回ね、ちょっと一箇所削っていきます。いきます。まあね、結構今ぐらいでね、この出てる分削れました。あとはね、ちょっと丸くしてみます。で最後にね、この細めでちょっとね滑らかにしていきたいと思います。
ちょっとね、鋭利ですね。これをもうちょっとね、削りたいんですが。ちょっとエッジのとこ削ってしまいましたがね、まあこれで大丈夫だと思います。これをね、まあ、全部やっていきたいと思います。今ね、ここはやめて、2個はやめてね、3個目から1、2、3、4、5個やりました。やっぱりね、職人さんみたいには丸くはならないですからね。全然手が切れることはないですね。でも他の普通の人やったら切れるかもわからないね。ちょうどねコンマ1ぐらい出てるかないう感じです。全部ねやっていきます。まずね、この3フレットを残して、あと全部いきました。3、下にこう、この辺はやってないですけどね。この辺ね。残してやりました。まあ、案外ね、簡単ですね。この坪さんのヤスリはね、結構良かったです。これね、落ちるのでね、とりあえず3フレットまでは伸ばしてます。4フレットからね、ここまで12フレットかなまで削りました。他の人やったらね、怪我するかもしれないけど、まあ僕はね大丈夫です。これでとりあえずね、ナットとかね、この弦のこのエッジのね、キワまで出してもらって、ここがね、もうちょっとね、2、3個出てくれたらよかったんですが、まあ、95% 以上、OK だと思います。次のね、もう一個のギターはね、両方ともね、コンマ1ずつ、5フレットまでかな、出してくれって、まあ、そういうね、注文でやってもらってます。今回ね、ステンに変えてね、これ何回もね、こう広げたりとか、広げすぎたりとか、弦がこう、フレットのね、この横を丸くしてくれとか結構あったんですけど、ね、これはね、もう削る。先を丸くだけしてくれと。だったんでね、まあこれはね、いけるかなと思います。で、一箇所だけね、ビビってたんで、修正しました。これでね、ほんまにね、この、再目の方でシャーッとこう押したらね、簡単にフレットいきます。これアルミのね、フレットはダメです。すぐ削れるんでね。これ今ステン2変えて、
って、まあ、削りましたっていうね。これでね、まあ 95% 以上成功かなと。ここだけね、もうちょっと出てたら 100% だったと思います。ちなみにね、親指の爪はね、バリッとめくれたので切りました。今ね、この先ちょうど引いてるのでちょっとやりにくいですよね。まあ、今回フレットの出てる分をヤスリで削りました。こんな感じの動画になりました。他にもね、いろいろ動画を出していきますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。